ゲイリー・ゴードンは、米国陸軍軍人。第一特殊作戦文献隊の隊員で、総長。1994年5月、モガディッシュの戦闘での功績により、名誉勲章を授与された。1960年8月30日、アメリカ合衆国メインシューリンカーンで生まれた。1978年に、地元の公立高校を卒業。 その年の12月4日、18歳でアメリカ合衆国陸軍に入隊した。後兵として訓練を受けたゴードンは1986年12月にデルタフォースに入隊した。デルタフォースではゴードンは最終的に早朝までに昇進した。ソマリアに赴任する前に彼は妻カルメンと結婚しブリトニーとイアンの二人の子供を設けた。 1993年10月3日、ソマリア内戦モガディッシュの戦闘における、アイディード母幹部逮捕を目的とした作戦行動、アイリーンに従軍。作戦行動中の UH-60、ブラックホークヘリコプター、スーパー6-1が墜落。さらに救出チームが、現場に向かう前に2機目のブラックホーク、スーパー6-4が撃墜された。ゴードンは、 ブラックホーク、スーパーシックツ2に登場し、狙撃手を務めていた。墜落現場への車両での急行が思うに任せず、墜落したヘリの乗員のみの安全に危険が生じた、ため、同じくデルタフォース狙撃兵のランディシュガート一等軍曹と、共に墜落現場に降下し、ヘリを死守。戦闘中に死亡するも、ヘリ搭乗員の一人であるマイク・デューラントの生還に寄与したため、 ベトナム戦争以来初となる名誉勲章を贈られた。ゴードンの遺体は最終的に回収され、メイン州ペノブスコットリンカーン墓地に埋葬された。ホワイトハウスでビル・クリントン大統領がカルメン・ゴードン未亡人に名誉勲章を手渡している場面1994年5月23日、シュガートとゴードンはブラックホークの乗組員の救助に赴いた功績により、 ベトナム戦争以来発となる名誉勲章を贈られた。名誉勲章はホワイトハウスで彼らの妻であるカルメン・ゴードンとステファニー・シュガートにビル・クリントンから手渡された。モガディッシュの戦闘は2001年にブラック・ホーク・ダウンという映画になり、ゴードン役は俳優のニコライ・コスター・アワルドが演じている。ゴードンとシュガートの両組劇兵の名は 米国海軍の輸送艦の名前にもされた。ありがとうございます。